次さんですね、台風第15号の遠隔で発生した東海地方の大雨というタイトルで発表していただきます。気象研究所予報研究部の津口と言います。まず発表の前に私 Facebook をやってます。でこの会場にもFacebook で私のお友達になっていただいている方がたくさんいると思うんですが、私 のぶしつけな友達申請承認してくださってどうもありがとうございます。で、全然関係ない話で、恐縮です。まず本題に入ります。私が今日お話しするのは台風第15号の遠隔で発生した東海地方の大雨の話になります。でまずこちらをご覧ください。こちらは台風第15号のベストトラックと解析雨量から作成した3時間積算降水量を重ねた図になります。ちょっとご覧ください。でこちらがベストトラックです。で注目していただきたいのはこの東海地方になります。で今台風が接近してきて台風本体の雨が降っていることが分かります。でここまでいくと、もう一度こちらに戻りますので、見ていただきたいのはこちらに日付が出るんですが、20日になった時点でこの愛知県から岐阜県にかけて、エイトさんのお話にもありましたが線状の降水量が出ています。で私が注目しているのはこの台風第15号が鹿児島県のはるか南海上にあるときに、この愛知県岐阜県で起こったこの線状降水量によってもたらされた豪雨が、どういうメカニズムで起こったかということに興味を持っています。で実際この時台風中心からこの豪雨が起こった岐阜県の多治見の観測点、直線距離で見ますと約800キロ離れていたことが分かりました。このように台風の遠く離れた遠隔で発生する大雨は、今日の午前中のセッションにもありましたが、プレーと呼ばれて現在アメリカでボザード先生を中心に精力的に研究が進められています。でこのプレーについては北畠さんが電気に最近解説を書かれたのでご存知の方多いかと思うんですが、ここで一応紹介しております。でこちらはシューマハイとある2011のに示されているプレーの概念図になります。でこちらがプレーになります。で台風エリンがこのテキサス州にありまして、その前方でこのような豪雨が発生しています。でプレーの特徴としては3つありまして、まず1つ目がこのプレーが発生するのは200ヘクトパスカルで見た時 このジェットストリームの入り口右側、直接循環で上昇流が起こっている箇所ですが、入り口右側に位置していることが多い。で2つ目は下層の気圧帯が存在している、収束が来ている。で3つ目がこれが一番重要だと私は感じているんですが、台風周辺の非常に湿った空気がこの台風周辺のが、このプレーに供給されて豪雨が発生する。で今日お話しするのは私個人的にもこの仮想の水蒸気というものに非常に興味を持っていますので、この仮想の水蒸気についての解析結果についてお話しします。で今回 その台風第15号 その東海地方で発生した豪雨が私はプレーだと思っているんですが、そのプレーに見られる3つの特徴について今回の事例で見られた特徴をまとめたのがこちらの図になります。で台風第15号が鹿児島の南にありまして、この時の200ヘクトパスカルのジェットストリームの位置というのは北海道のこの辺りに位置していました。で少し距離があるように見えますが、入り口の右側付近と言えなくもないかと思います。でまたアメダスの解析などを見ますと地上付近には気圧帯が存在していまして、ここ地上天気図では相関スケールの停滞源泉があるんですが、それとはスケールが違う話で、メソスケールで気圧帯が存在していました。でこの天気図からも台風があって、こちらサブハイが張り出していまして、南から出した空気が供給されていたというのがあります。でここで、終わってしまうと、新しいものは何もないということでは全然面白くないんですが、私が注目したのは先ほどのアメリカの例ですと、アメリカの大陸上に上陸して、水蒸気が供給されるんですが、日本の場合ですとこの広大な海があるわけですから、この海の影響がどれぐらいあるのか、あるのかないのかっていうことを自分自身が知りたいと思ったので、今回はその点に着目して解析を行いました。でまず下層の水蒸気がどのように供給されていたか、地上天気図からでもかなり想像はできるんですが、こちらは豪雨の最盛期の9月20日15時のメソ客観解析データの高度500メートル面で作成した水蒸気フラックス量の分布図になります。こちら台風15号があって高気圧があって、南風によって水蒸気フラックス量にして350を超えるような多量の水蒸気が供給されていたことが分かります。で次に疑問になったのは、その東海地方に多量の水蒸気が供給されてきていたわけですが、その水蒸気がどこから来ていたのかということを知りたかったので、トラジェクトリー解析を行いました。でその結果がこちらになります。
こちらは15時の時点で東海地方の高度500メートルあたりにトレーサーを置いて、そのトレーサーがどこから来ているかということを後方流積線解析を行うことで解析しました。で、20日の0時まで遡りますと、まあ、ここトレーサー5つ置いたんですが、まあ、全て南海上で、こちら台風があって高気圧ですが、まあ、その間でこのように南から供給されていたということが分かりました。でこちらは ZY 平面、まあ、南北、こちらが Z 高度になるんですが、まあ、投影した図になるんですが、まあ、15時間移動しているんですが、まあ、最大でも 2,300 メートル程度下降しながら、トレーサーによってはほとんど下降することなく、まあ、直線的に流入していたということが分かりました。ではその流入、この遥か南海上を起源とするこの空気階がどのように性質を変えながら来たかということを次に見てみました。でこちらは、まあ、あるトラジェクトリーに沿った混合比、赤が相当海で、グリーンが混合比の折れ線グラフになるんですが、横軸が時間です。左の軸が相当位で、右の軸が混合位になります。で相当位を見ますと、まあ、0時の時点で348系程度だったものが、まあ、東海地方に達すると355系ほど、まあ、7系ほど上がっていることが分かります。で混合位で見ますと、もともと 16.5 よりもちょっと少なかったのが、まあ、18g/kg に迫るぐらいまで、まあ、出陣になっている、まあ、ただし値でいうと 1.5 程度なのであまり大きな値ではないかと思います。でさらにここよく見ると、まあ、6時あたりから増大している傾向が見えます、まあ、6時ぐらいまではフラットなんですが、そこから急激に増えていくことが分かると思います。でこれトラジェクトリで見ると大体北緯30度を超えたあたりになっていて、まあ、ここで何が起こっていたかということを次に見てみました。でこれはまあ想像通りと思われる方多いかと思うんですが、これは20日15時の海面からの旋熱フラックスを表している図になります。でこの黒い直線がトラジェクトリを表しています。で北緯30度か失礼しました北緯30度を超えるところで、まあ、旋熱フラックス量にして、まあ、250ワットパーヘベぐらいの、まあ、周囲より大きな旋熱フラックスを受け取っていることが分かります。でここ、本来であれば旋熱フラックスなので今後で見るべきなんですが、 SST の分布を見ると、まあ、北緯30度を超える領域で、まあ、28度以上になっていることが分かります。でここはまあ黒潮に対応しているだろうなということが想像ができます。でさらにその暖かい海面上を、推測したことで、まあ旋熱フラックスが多量に出たこともあるんですが、さらにもう一つ台風がもうこう接近していることによって、まあ、気圧スケール力があって、まあ、この辺り、北緯30度から27度ぐらいまでなんですが、まあ、風速が20メーター超えるような風速も大きくなっています。つまり暖かい海面上をこういう気圧配置になるので、強い風が吹くことで旋熱フラックスが大きくなって、まあ、海面からの水蒸気が供給された。ただし絶対量としてはかなり少ないということが分かります。以上まとめますと、まとめはこれだけですが、まあ、仮想の水蒸気というのは大部分は、まあ、アメリカの文献などで言われている、まあ、台風周辺の暖湿機械の理由で説明がつく。ただしその中の 10% に満たない程度ですが、その量については海面からの水蒸気供給が効いているだろうということが今回の事例では分かります。他の事例でどうかということを今後調べていきたいと考えています。以上です。発表ありがとうございました。質問とコメントを受け付けます。相関場的な説明はですね、大変よくわかるんですが、その実際に降ったところがこの東海地方であって、例えば静岡ではないと、なんか今の説明とはどこでも良さそうな気がするんですけど、その辺の何かありますか。これで見ると静岡県でもいいのではないか。そのあたりはやはり細かいスケールで見ないといけないと思っていて、まだ十分な解析はできてないんですが、やはり愛知県あたりにかなり気温勾配の大きい領域が見えているのと、やはり風の分布で見ますと、その愛知県、岐阜県あたりに収束域が見えているので、やっぱりそういう細かい違いで雨が降っている地域っていうのは変わってきているんだと考えています。他に、何かありますでしょうか。あ、手あげます。先ほど天気図で見たときにスノーティックスケールでの前線があったかと思うんですけれども、これの影響ではないでしょうか。これの影響ではなくて、あくまでも台風があったことによってプリカション存在したということでよろしいでしょうか。いや、影響はあると思います。これだけ相関場で出られるのであるので、影響がないわけは絶対ないので、影響はあると思います。
ただし雨が降るにはやはり仮想の水蒸気がまず供給されることが一番大事だと思いますので、今回は水蒸気の供給に着目したいと思います。で、まあ、停滞電流の役割、ここで赤い線で聞いているのは、ね、メソスケールの気圧帯なんですが、それとの関係というのも重要だと思いますので、これは今後の解決の課題にしたいと思います。それやっぱり台風があったことによってより強い水蒸気が供給されたというような形。あ、そういう結論になりました。あとフェイスブックしていただいてください。では、これで、